明治9年には明治天皇の行幸があり、三幸堤の名前はここから生まれました。マンジュシャゲという名前は古代インドのサンスクリット語で天界に咲く花という意味があり、おめでたいことが起こる兆しの花だそうです。マンジュシャゲの球根には強い毒性のあるリコリンという物質が含まれており、人間が誤食する年に至る場合もあるそうです。サンスクリット語ではマンジュサカと書くようです。左側権現堂公園の東側には中川が流れています。本来植物は葉が出てきてそこから花を咲かせるものですが、マンジュシャゲはその逆で、まず花を咲かせてから葉が伸びてきます。
本では昔、死体の土葬が一般的でした。そのため、モグラなどから遺体を守るために球根に毒がある曼珠沙華を植えました。手前が中川で、水門の向こうは三幸湖です。花虎の尾の名前の由来は、長い下垂が虎の尻尾に似ていることにちなむそうです。おしろい花はおしろいに似た粉が取れることからの名です。花の後にできる黒い種子の中に白い粉が詰まっています。オキザリストリアングラリス、緑の舞のオキザリスはギリシャ語の酸っぱいを意味し、トリアングラリスは三角形を意味します。